はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の直線と平面丸2をお送りします。で、これがね、前回からタイトル始まって2本目なんですが、今回ポイントがあります。で、ポイントが4問あって、下に全部、5問あるんで、全部で9問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分の方が全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速まずね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ポイントあるんですが、実はポイントの中身とこの問題全く関係ないです。今回連動してないっていう、ただちょっとね、取り上げておきたかったんでポイントで出してるんですけど、で、まず上はもうこれです。ちょっと問題にしてないんですけど、 V-E プラス F イコール2が成り立つんです。で、これをホニャララ定理って言うんですが、先に定理の名前書きます。で、これはね、オイラーっていう人の名前なんですけど、オイラーの多面体定理って言います。オイラーの多面体定理で、大事なのは今回ね、穴抜けにしたんですけど、その V と E と F がそれぞれ何の数を表してるかっていう、で、これ覚えてないとこれ意味がなくなっちゃうんで、まあ、そこをちょっとね、覚えてほしくて穴抜きにしました。で、まず V からいきます。で、 V はですね、もうこれ覚えるしかないんですけど、これ頂点です。その多面体のね、まあ凸多面体なんで、まあ普通にこうイメージ、多面体のイメージとまあ大丈夫です。まあ尖ってるというか出っ張ってるかやつなんでね。で、 V が頂点で、次がいいんだよね。変なね。失礼しました。E が辺です。で、F が面の数。つまり、頂点と、順番変えていいんだったら、頂点と面の数を足して、そこから辺の数を引くと、必ず2が成り立ちますよっていう。で、その、オイラの多面体定理の問題っていうのは、そんなに多くなくって、なんか他取り上げてはいないんですけど、まあ一応覚えておいてください。教科書に出てくるからね、これは。という形になります。で、さっきも言ったように上と下は関係ありません。下の問題よく出てきますね。で、これはですね、その空間内に、まあ、LMN、小文字の方は直線です。で、PQR、まあ、大文字のやつが平面としたときに、今書いてある記述が正しいなら丸、正しくないときは×で答えよう。まあ、丸×の問題ですね。で、これはですね、中学校の時も出てきます。同じような問題が出てくるんですが、結構やっぱ中学の時から苦手な子も多いとこなので、まあ5問やっていきます。で、これに関しては、得意な方はね、頭の中のイメージで解けます。自分できません。不安なんで。そう。なので、例えば、今回はね、このボード、これ平面。まあノートも使いますけど、平面と、まあ直線。こうやってね、ペンを使ってやっていきます。だから、身近で使えるものを使ってやってみるといいです。まあ、テストの時恥ずかしいんだったら、ちょっと、なんだろ、線とかで書いてもいいですけど、物でやった方が早い、絶対に。で、1個目は L。まあ、直線と平面が平行。あ、ごめん、垂直で、違う直線。M と同じ平面が垂直の時。元々の L と M っていう、その直線は垂直である。まあ、これが正しいか正しくないかというところですね。で、基本的には、こういう時正しくないじゃんっていう上げ足を取るスタイルで言ってください。なぜなら、正しい時もあるかもしれないんです。正しい時があっても、一パターン、一つのパターンでも正しくなかったらアウトなんですもん。だから、上げ足を取り行った方が楽。問題解く時にはね。で、今 P、これ平面ですね。大文字の方。P です。で、L。これ直線だと思ってください。垂直なんで立ってます。こういうこと。柱みたいになってる。こうやってね。こういう状態。で、もう一本直線、M の方が必要なんで、これ柱立てます。垂直なんでね、両方。その時、この2本の柱が、L と M が垂直かって言ったら、絶対垂直じゃないよね。もう見てわかる。でしょ？だから、1番に関しては正しくないので、×になります。はい、1番、×。まあ、こんな感じで解いていきましょう。で、次は組み合わせ同じなんですけど、全部平行になってる、今度。平行。だから、もっとまた行きましょう。面があります。で、平行なんで、まあ、こういう状態ね。こう、面と平行。こういうのが分かりやすいかな。こういう状態。で、今ちょっとピンク頭でイメージで持っといて。ちょっと手がね、2本しかないんで。で、もう1本。じゃあ、M の方を緑でいくと、まあ、こういう風に浮いてると。だから、ちょっと面をね、取り除きますけど、空中浮いてるんで、まあ、これとこれが平行、あと、上にこう乗ってるじゃないですか。
あれ平行いけんじゃねって思うんですけど、今下にボードがあるのイメージでね、ボードがあると、確かにこういう風になればこの2つ平行になり得ます。こういう風にちょっと向きを変えれば平行になり得るんですけど、別にこの面に平行っていうのはこうでもいいしこうでもいいしこうでも回転しても大丈夫です。ここと平行だったら別に全然回転で OK なの、ここは。ってことはこうなってれば平行なんですけど、片方上から見ようか、こうなった時に片方回転させてしまったらこれ平行じゃないですよね。場所も変えればねじれになってしまうから、だから平行になるときは確かにあるんです、あるんですけど、絶対平行かって言ったら平行じゃない、上げ足を取られてしまうので、これも×になります。×ね。こういう上げ足取るスタイルでいきましょう。で次は面が2つです。 P っていう面と L っていう直線が平行、違う面 Q っていう平面と、そう同じね L っていう直線が平行の時に、元々の2つの面は平行かどうかという問題なので、今回まあこれが主役だね。まあ直線が1個あって、こいつと面が平行です。まあこうなった感じ、そうで、ちょっとこのピンク覚えておいて、ここにあのなんか直線があると思って、でもう1個面出します。ノート行きましょう。さっきそこにあるから、じゃあ上とかにやればこうやって平行になるじゃないですか。そうするとこの2つの面、あ平行じゃねみたいな感じになる。確かに平行な時はあるんです。でもこれ答えバスなの。なんでかっていうと、この直線こうやろうか、こっちの方が分かりやすいね、向こうから見てるからこうの方がいいか、こうやって直線があった時にこれ平行です。でもこうでもいいし、実はこうでもいいんですよね、平行っていうのは。そう考えると、ここにみんなの方に向かって直線があると思ってね、下と上にこう来れば平行になります。確かにこうか、こうなれば、ちょっとノート曲がっちゃってごめんな、こうなれば平行になる。でもさっきも言ったように別にこうでも平行になるんです、真ん中に直線があると思ったら。そうするとこの2つ平行にならないですね。そう。だから、上げ足を取られるので、7番、3つ目も×になります。さあ、×だらけできてますね。で、次は面3つです。P と Q、2つの面が垂直。で、Q と R は平行です。その時に P と R が垂直になるかっていう問題。まあ、Q がつなぎ役になるので、まあ、Q をじゃあ、こう主役にしようか。あ、いっか、まあ、P でいいね。P があります、ここ P です。でそれと Q が垂直なんで、垂直はこうですね、まあ、面立つ感じ、これは垂直だからね。で Q と R が平行なので、この Q こっちだね、 Q に平行にするにはまあこういう感じ、平行関係、まあ、2個持てないからごめんね、こういう感じ。これの時、その P、 元々の黒のこのボードと移動してきた R、 これは垂直になるかって言ったら、これ絶対になります。なぜかっていうと、この平面に、こうでもいっぱいあるんですよ。平行、あ、垂直なのは。でも、どう作っても、こう立てても、平行はここに立つしかないので、これを斜めにすることはないからね。だから、これは絶対になるので、上げ足を取れないからね。だから、丸になります。記述は正しいと。で、ラストは直線3つですね。L と M が垂直、M と N が垂直の時に、もともと端っこのね、L と L が平行になるかどうか、いきましょう。ペンのが見にくいね。L、直線があります。こいつと M が垂直なんで、まあ、こういう状態ですね。こう。で、M、緑と N、青が垂直の時、こうなる。お、L と N、ピンクと青は、お、平行じゃねみたいな。なるんですね。平行になるんです、確かに。なるんですが、これも上げ足が取れるんで、実はバスなんです。個人的には平行の方が引っかかりやすいです。この6番もそうなんですけど、わりかし、なりやすいんでね。普通に作ると、垂直になって垂直。まあ、愛みたいになってるけどね。これはさ、平行に見えるよね。ピンクと青が。そう。で、なるときはあるんですが、なんでダメかっていうと、これ、もともと垂直、まあ、こうしときましょうか。で、垂直って確かにこうやれば垂直なんですけど、これ、こうでも垂直なんですよ。緑と青は。ちょっとね、向きがおかしい。こうなれば。別に、こうでもこうでもこうでもいい、垂直っていうのは。そうすると、もし、こう作った場合、一つ、ピンクはみんな方向いてます。青は横に置きました。緑の、覗こうか。元のピンクこっち向きで、青はこう。なると、これ垂直じゃないよね。これねじれの関係になる。こっち向きとこっちになってるからね。そう。同一平面にはないので。そう。だから、絶対なるっていうことが言えないから、最後の問題もバスになります。まあ、こんな感じで慣れてしまえばね、最初にも言いましたけど、頭の中で解けることは解けます。
でも自分は不安なので、そういつ今でもこういう風にやる、確かめる、ちゃんとね、上げ足取れねえかなと思って、特に丸だと思った時は注意した方がいいです。バツの時はさ、もうみんなの中で一個違うよっていうのが見つかってるから全然構わないんだけど、そう、丸の時は、いや、ちょっと待てよと、特に平行ね、あ、ここずらして OK だからみたいな、さっきのこうやってこう平行かと思ったらこっちにずらしたらダメじゃねみたいなのもあるので、まあ、こんな感じでぜひね、やってみてください。では今回は高校数学数 A の直線と平面丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3で、この章が終了になりますね。最後またね、この続きやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。